トランサクト SQL は、マイクロソフトとサイベースが独自に拡張した SQL 言語である。マイクロソフトによる実装は、マイクロソフト SQL サーバーとして出荷されている。サイベースではこの言語を、サイベース SQL サーバーの後継である、アダプティブサーバーエンタープライズで使っている。SQL を強化するため、次のような機能が追加されている。トランサクト SQL の制御フローのための、 キーワードとしては begin to end, break, continue, go to, if to else, return, wait for, while がある。if と else によって条件付け実行が可能となる。例えば、日付が週末であれば weekend と表示し、そうでなければ weekday と表示するといった処理が可能である。if date part イコール7 or date part イコール1プリント it is the weekend, else, print, it is, a weekday.begin と end は文のブロック化を可能とする。例えば、上記のコードで複数の文を条件付けで実行する場合、begin と end を使って次のように書く。if date part イコール 7or date part イコール 1begin, print, it is the weekend, print, get some rest, end, else, begin, print, it is, a weekday, print, get to work, end, wait for は指定された時間だけ待つか指定された時刻まで待つ。遅延制御に使ったり指定時刻まで実行をブロックするのに使われる。return はストアドプロシージャーや関数から即座に戻るときに使う。break はホワイルループからの脱出。continue は ループの次の繰り返しへの飛び越しである。ホワイルループの例は下記にある。局所変数は実行中のスクリプト内でのみ使われる。トランサクト SQL はユーザー定義の広域変数をサポートしていない。リクレアによって変数名と型を指定して変数を宣言する。セット文で値を代入し、その後の文で変数名を使うことでその値を参照できる。 次のスクリプトは、整数の変数を宣言し、値を初期化し、ホワイルループで処理を実行している。リクレアカウンター INT、セット、カウンターイコール10、ホワイルカウンター0、ビギン、プリント、ザカウントイズコンバート、カウンター、セット、カウンターイコールカウンターから1、エンド。このループ本体は、変数の値を含むメッセージを表示し、 その値をデクリメントするものである。変数の初期化は次のようにもできる。a r クレアアーティコルコ u ント int。セレクトアーティコルコ u ントイコールカウントフロムアーティクルズ。インサートイントゥサイザラグバリューズアーティコルコ u ント。これはアーティクル s 表の行数を取得し、その値と現在時刻をサイザラグ表の行として挿入するものである。 グローバル変数は実行中のスクリプト内での様々なステータスを監視、取得ができる。トランサクト SQL ではグローバル変数は主としてで書き始める。よく使われるグローバル変数としては以下のものがある。エラー直前に実行したクエリのエラー状態を、保持ローコウント直前に実行したクエリの処理数を、保持フェッチステータス現在実行中のカーソルのフェッチ状態を、 保持かきに、グローバル変数を利用した、エラー処理の例を示すディクレアエラー、ステータスイ NT、セットエラー、ステータスイコール0。セレクトデート。フロムカレンダーウィズ。ウェアイアイコール2007、アンドマンスイコール01。グローバル変数エラーにて、直前のクエリのエラー状況を取得。例の場合はエラーなし。セットエラー、ステータスイコールエラー。If エラーステータス。 例、ビギン、プリント、エラー、アッカード、リターン、エンド、リクレアロー、カウント INT、セットロー、カウントイコール例、アップデートカレンダー、セットデートイコールゲッティデット、ウェアイ i イコール二千七、アンドマンスイコール零一、グローバル変数ローコウントにて、直前のクエリの結果件数を取得、セットロー、カウントイコールローコウント、イフロー。 カウントイコール例、ビギン、プリント、ノーレコードアップデーテッド、リターン、エンド。トランサクト SQL では、デリート文とアップデート文に、FROM 説を指定可能となっている。次の例では、アイドルフラグの立っているすべてのユーザーズを削除する。デリート FROM ユーザーズアズユー、ジョインユーザー、フラックスアズ F、ONUID イコール、FID、ウェアー、 f n a m e a d d アイ t r a n s a c t SQL では、カーソルを使用することで、テーブルを逐次処理することが可能である。次の例では、カーソルを利用し、カレンダーテーブルを条件分けしながら更新する処理である。カーソルの定義。declare。カーカレンダーアップデート。カーソルフォー。セレクト。year。month。day。from。カレンダー。変数宣言。 初期化。リクレア WK イヤーチャー。リクレア WK マンスバーショル。リクレア WK デイバーショル。セット WK イヤーイコール。セット WK マンスイコール。セット WK デイイコール。カーソルを開く。オープンカーカレンダーアップデート。カーソルより最初の一行を取得。フェッチネクストフロム。カーカレンダーアップデート。INTO WK イ e a r WK Month, WK でカーソルで取得した項が終端に達するまで処理を継続する。ホワイルフェッチ、ステータスイコール0、Begin。カーソルで取得したイヤーが2006より大きい場合は処理を行う。IfWK y e a r 2 0 0 Begin、アップデート、カレンダー、セット、デートイコール月期デート、w h r year イ,イコール wk year, and month イコール wk month, and day イコール wk day, end 次の一件を取得する fetch next from カーカレンダーアップデート into wk year wk month wk day, end カーソルを閉じる close カーカレンダーアップデートカーソルのメモリを開放 ダラケイトカーカレンダーアップデート。トランサクト SQL は PL、SQL 同様、機能を追加することで、SQL 標準との互換性が損なわれているだけでなく、SQL が本来保持すべきモジュール性を破壊していると批判されている。還元すれば、トランサクト SQL の追加機能は普通なら、プログラミング言語や埋め込み SQL に実装されるべきものである。 そのため、制御構造をプログラミング言語でも SQL でも指定可能になってしまい、混乱が生じる。ありがとうございます。